最後に付け加えます、これは追加ですから冒頭には書きませんけれども、どうしても一言触れたいのはですね、慰安婦問題なんですね。でこのところ慰安婦問題がですね、どん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 国際的に大きな問題になっている。まあ、一つはムン・ジェイン大統領がですね、この問題はもう外交の問題じゃないんだと、これは人権の問題だということを、言ってですね、慰安婦の、記念式典に出たと。でこれは一見してですね、外交問題にしないという配慮だと受け止められがちですけれども、しかし、実はこれほど強力なですね、慰安婦問題に対する日本の批判はないと思うんですね。つまり外交問題をはるかに超えた国際的な人権の問題だと、もうこれはものすごい強烈なメッセージだと思うんです。そして、折から台湾がですね、やはり慰安婦像を作った。で台湾は一貫して親日な関係にあるわけですけれども、その台湾ですら慰安婦を作り、馬英九前の総統がですね、非常に強い日本批判をしたと。で例によってですね、日本は安倍政権の意向を対してですね、外交官が抗議しているわけですけれども、 そういうことを繰り返してですね、どん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 日本の国際的地位は貶められていく。私は安倍首相は自らの誤った歴史認識に肯定するあまりですね、日本の国際的信用を本当に傷つけてしまった。この慰安婦像はですね、もはやちょっとやそっとのことでは解決しない。しかし日本は依然としてですね、不可逆的合意だと称して、パククネ政権との間に結んだ合意をですね、もう金貨玉状のように主張し続けていると。これほど硬直的でですね、外交的に間違った政策はないと思っています。自ら首を絞めていると私は思います。